どうも、ージです。さあ、というわけで、ジブビロイは叩いブラウブリッツ、秋田さんの試合、1対1の引き分けという形で終わりました。いやー、前節負けて、今節勝って、なんとかこの、勢いを盛り返していきたいみたいなね、そんなところはあったんですが、やはり、秋田さん一筋縄ではいかなかったかなというところになっておりますね。 えー、シュートの本数をね、えっ、ー、と、見ますと、なんか26本ぐらいジュビロが打ってて、え、秋田さんは6本か7本か、そのぐらいだったんですかね。というところで、シュート、打てていたんですけれども、ことごとくこう、入らないと言いますか、ゴールが遠いな、というような形でありました。え、秋田さんのね、えっ、ー、と、前半始めからの、この、鋭い、 鋭いっていうんですかこのハイプレスっていうんですかね。タフな試合、楽をさせてくれないなというところで、前半立ち上がり少しこう嫌なムードと言いますか、ちょっと押されてるなという形があったんですけれども、そうですね、前半10分とかそのぐらいからですからね、えー、そのくらいからですかね、じゃない、そのくらいから、えっ、ー、と、ジュビロがね、自分たちのサッカーを少しずつ展開していって攻めていくような形ができていったというような流れで、 ええと、そうですね。やられる雰囲気はそんなにしてなかったし、まあ、ただ点もちょっと遠そうだなというような印象は少しある中で、どこかで先制点を取れればというふうに思っている中で、えー、後半ですか、セットプレイから失点をしてしまうというような形でありました。いや、セットプレイもね、すげえ綺麗に決められましたね。 あの、ドゥド選手のファールっていうところのね、判定から、ジブロの左サイド、ちょっと深めからのフリーキックではあったんですけれども、それをファーで合わされてしまうというようなところでありましたね。まあ、本当にいいコースにあの、もう飛んでいったなというところで、あれをうまく合わされたなというような、そんな形の失点でありました。やはりね、先制されてしまいますと、なかなか、ね、えっ、ー、と、まあ、 取り返していくっていうのにね、かなりのパワーがいるとは思いますんで、どう、せが日でもね、あのー、まあ、先生点はね、欲しかったかな、というようなところであります。本当にね、惜しいシーンもね、めちゃめちゃあったんですよ。めちゃめちゃあった。なぜ入らんと。えっ、ー、とね、もう本当に、えっ、ー、と、ブラブリッツ飽きたゴールキーパーのに、ね、囲い,い選手当たってたな、みたいなね。ところで、あ、これも見てて、あ、これ入ったわ、みたいな。瞬間でもそこには囲いがいる、みたいなね。感じで。 すげえ止められた。なんで、こうも、ジュビロのゴールマウス、ジュビロのゴールマウスじゃない、もうゴールマウスをね、守り抜くのかと、ジュビロのシュートを止めるのかというようなね、そんな、かっこい,い選手の素晴らしいプレイが多々あったかなというふうに思っております。いや、本当にね、あのー、あと一歩ってところが入らず、なぜだというのが本当にもう何回も言いますけども、 あの繰りり返されるようななそんな試合でありました本当、ゴールが遠かったのかなというところと、やっぱり要所要でね、あの秋田さんがゴールをしっかりと守ってるんですよね、ディフェンダーの選手ですごく、ディフェンダーの選手じゃないな、もう選手たちがすぐ戻ってきて、ゴール前を固めていくと。 というようなところで、シュートコースもね、結構塞がれつつあったかなというところで、シュート本数はね、先ほども言いました通り、ジュビロが26本ぐらい打ってたとはいえ、結構無理くりに打っているミドルっていうのも多かったのかなというふうには思っております。ただねそ、そのミドルが悪かったかというとそうでもなくて、ミドルを打っていくことによって、えっと、少しずつこのプレス、 もうかいくぐれるようになっていったっていうところもあると思うんですよね、やはり遠めからでも強烈なシュートを打たれていくと、それを防がなきゃという心理が働きますんでね、まあ、そこをブロックしに行くと、ゴール前の選手が空いたりっていうね、シーンも出てくるというところで、まあ、効果的ではあったかなというふうに思っておりますんで、まあ、ゴール前固められつつあるときはね、ああやって打っていくっていうのもね、良かったんじゃないかなというふうに思っております。 さあ点に関しましてはね、藤川小太郎選手、ナイスゴールすぎた、もう東福岡のクリロナと呼ばれた、あの藤川小太郎がさらに化け物になったような、そんなシュートがね、めちゃめちゃ綺麗に決まって、もう叫びましたね、こたーっていうふうにね、誰しもがなったと。 いうような形で、その前の古川選手の落としも冷静に、ね、ポンと落としたところ、もう藤川小太郎選手がも,う,きもう,こう振り抜いて、いいコースにこれが飛んでいくんですよね。もう,もうあと2、3本お願いしますみたいな。そのシュート、そのゴールあと2、3本入れてくれれば、あの、残り時間使えるんですけど勝てますみたいなね。そんな形の感じでありました。はい。まあ、あの、非常にね、素晴らしいシュート、素晴らしいゴールでありまして、あの、なんとかこう勝ち点1を、 取ることにね、貢献してくれたというような形でありました。もう本当に税外ヒでも勝ちたかったんですけどもね、本当に順位が、もう順位がいろいろとやばいことになってますんでね、あのー、本当に勝ちたかった試合であります。もう最後の最後もね、あの、アディショナルタイプ7分台に突入して、もうラストワンプレイというようなところで、もう藤川小太郎選手がね、 打ったシュート止められたところを後藤圭介選手飛び込んで、えー、ちょっとね、僕遠目からこう、もう、ま、ダゾンで携帯でこう見てるんですけども、遠目から見てた時に、あ、これも入ったわみたいな。来たとラストワンプレイもこれぞもうブザービーターみたいな。そんなね、超盛り上がるゴールが入ったんじゃないかあれれみたいなね。そんな感じの心境で。 ありました。マジで惜しかった。その後ね、後藤選手の悔しがり方からしても、やっぱり、あのー、感じるものが、すごいありましたね。うーん。もうすげえ悔しさっていうのが伝わってきたと思います。後藤選手に関しましては、前節ね、あの、2対3で、えー、ジェフイナイテてとチーバーさんに負けた試合、2ゴールあげていて、2ゴールあげた後、聞いた聞いたじゃない、キーパーとのね、1対1のシーン、 えー、をね、防がれてしまうっていうところもあって、多分、あのー、あのシュートを決めてたら、負けなかったのにっていう気持ちも前節あったと思うんですよ。そして今節、あのシュートを決めていればチームを勝たせることができたのにみたいな形でね、ちょっと2試合連続、もう、結果を出しつつも、こう、なんていうんですかね、あのー、フラストレーションが溜まるというか、 自分、自責の根に駆られてしまうみたいなね、ところもあったかもしれないので、その熱い気持ちみんな分かってますんでね、事実、また爆発してもらって、次こそ勝ち点3をゲットするのに、えー、ゲットしていただければね、ありがたいかなというふうに思っております。それにしてもね、前半戦から、えっ、ー、と、前半戦とかね、前半から、もうジャーメイン選手すげー効いてるなっていう感じしましたね。ポストプレイ超上手くなってないですかっていうところで、 やっぱりあって前線でね、収めてくれる、キープしてくれる、またはね、競り合いに勝って抜け出してくれるっていうところ、今日も何本もそういうシーン作ってくれていたので、だいぶそこで、あのー、戦術というかね、あのー、なんだ、攻撃の組み立てっていうのができていたのかなというふうに思いますので、ジャーメイリオ選手ね、前節は出場停止でありましたけれども、今節から帰ってきてくれて、点こそ今日は生まれませんでしたけれども、いいプレー、輝き見せてくれていたと思います。 少しね、後半バテてから、ちょっとパスというんですかね、この、キープした後に繋がらないっていうシーンが出てきましたけれども、前半からの飛ばし具合、ジャーメン選手ね、めちゃめちゃ走ってますからね。あのプレイ、あの、ほんと最高であります。ええとね、内容としてはそんなに悪くないけど、勝てなかったっていうところが2試合続いてしまってるので、 まあ、今節ね、また明日の試合もありますし、順位がどうなるか分かりませんけれども、でも、まだ何も決まってないですしね、諦めるにはまだ早いですし、僕たちが諦めてしまってはいけないんです。なんとしてもね、サポーターは選手と共にチームを勝たせるためにいますし、僕たちがね、諦めて声援を送るのをやめてしまえば、昇格っていうものにね、また一歩遠のいてしまう可能性がありますんで、 何としても諦めずに戦っていくようにしましょう。いや、ほんと今日ね、秋田行きたかったんですけども、ちょっと、あ,あとね、前節のね、動画もちょっと出せなくて、すいません。そして町田戦のブログもまだ上がってません。いろいろやってないことが多い。ちょっとね、忙しすぎていろいろ、こう、ね、はい、よしよしで、ね、やってるんですけれども。はい、ということで時間作っていろいろとまた動画上げていきたいと思いますので、何としてもね、ジュビロの勝利のために、絶以降も全力で応援していきましょう。戦うしかないっす。下向いてる暇は、 ないんです。やってやりましょう。お疲れ様でした。